皆さんこんこにちは私はイオンで CSR を担当しておりますが昔から環境の世界で仕事をしてきたわけでも環境の専門家というわけでもありませんですから4年前2017年に着任した時は「パリ協定聞いたことあるけど」ぐらいな認識でしたでもその11月にドイツのボンで開催された気候変動に関する国際会議 COP23 を視察することになって 私の考え方は大きく変わったんです。うん、そのドイツで参加した会議の一つがこちらになります。当時国連気候変動枠組条約の事務局長としてパリ協定の締結に多大な貢献をされたクリスティーナ・フィゲレスさんとの対話です。この対話には日本企業からの代表団に加えて環境省、それから外務省の担当者の方もいらしてました。フィゲレスさんはここで気候変動の深刻さ、 そしてパリ協定の大切さその意義を熱く語られましたそして最後にこう締めくくられたのです日本の皆さん皆さんの国は世界でも最も高い技術力の有する国の一つです日本はとっても経済力もあり豊かですその日本がなぜ気候変動この地球の危機と言われる気候変動の問題にもっと貢献をしてくれないんでしょうかこの分野でもっと リーダーシップを発揮してほしいんですと。そう、フィエさんは言いました。私は、日本はその当時まだ日本は環境でいけてる国だの一つだというふうに思っていたので、正直日本人としてショックでした。帰国して何ができるのか、企業として何をすべきか考えました。イオンでは、早くからあ、環境問題に関しては先期的な取り組みを続けてきました。 これお見せしてるのはショッピングセンターですがこのショッピングセンターに上に乗っているのは全部ソーラーパネルですこういうふうに再エネ投資もそれから省エネ投資もものすごく早い段階から一生懸命してきましたそのおかげでずっと事業規模は拡大を続けているんですけれども CO2 の排出量はグループ総量でずっと減らすことができていますでもこの段階ではまだ 一生懸命企業努力で低炭素社会を目標として努力をしているというレベルなんです。私が見た COP23 で,で見た世界は大きくステージが変わっていました。低炭素社会ではなくもう脱炭素社会なんだとそういうふうに警戒議に訴え翌年の2018年の3月にイオン脱炭素ビジョン2050を発表することができました。今年の10月には 菅総理大臣が日本でも2050年ネットゼロ社会を宣言してくれました大変素晴らしいことですこれでようやくいつまでにどこへ行かなければいけないのかというゴールが日本の国全体で共有できたことになりますでも実はもっと大切なことがあるんですその共有されたゴールに向かってどの道を通ってどうやって進むのかというこの計画の部分が大切なんです 2050年にネットゼロというゴールにたどり着ければいいのではないかと思いがちなんですけれども実は気温上昇というのは CO2 の累積排出量に比例するということが分かっていますつまりこの図の中のこの面積部分が重要になりますこの面積が小さければ小さいほど気温上昇を低く抑えることができるというふうに言われていますたとえ このもし仮にこの赤い道をたどったとしたら2050年に仮に脱炭素が実現できていたとしてももうすでにその時点では1.5度を超えてしまっている世界になっている可能性があるということです。まあそれを踏まえてイオンでも目標に向かってどうやってたどり着くのかということを考えました。最初はやっぱり省エネです。これは今までもやってきましたがこれからもずっと継続して 手を緩めることなく投資をしていかなければなりません。二つ目、送エネ。先ほど写真をお見せしました。ソーラーパネルが載っていました。今現在で日本全国のイオングループで1000店舗ぐらいの店舗には載っている計算になりますが、それでも足りません。まだやはりどこからか再エネを買ってこないとダメなんです。イオンでは年間に85億キロワットの電気を消費しています。 これは日本全国の電力消費量の1%に相当します。でも逆に言うとたったの1%です。日本全国から再エネを買ってくることもできますし、非化石証書でそれ充当させるということも可能です。でもそれではダメなんです。特定の企業だけが自社の資金力があるからもしくは環境意識が高いからという理由で 自社の環境目標を達成することができたとしても地球の気候危機を回避することはできません。ではどうしたらいいのでしょうか普通に電源に、まあ、コンセントが電源に差し込んだ時にそこに流れてくる電気が再エネになっているような世界に変えていかなければいけないんです。で この電源を差し込んで流れてくる電気が何から作られているのかどんな原材料で作られているのかというのがこの電源ミックスです今2019年の段階で電源構成は日本では化石燃料由来が70%を超えるというふうに言われています皆さん食品をスーパーで買うとき原材料を気にしますよねこの食べ物には何が入っているのかどんな添加物でどこで作られ原産国はどこなのか気にしますよね 電源も同じだと思うんです。電源も気にされますかいえ、気にしてほしいんですね。で、それを声に出してください。イオンでは毎日毎日お客様からこんな商品が欲しい、こんな品揃えをしてほしいということを言われます。で、それに応えて事業者は品揃えしたり、えー、事業を行っているわけです。電源も同じです。声に出してほしいんです。私たちはそれを目的として 日本気候リーダーズパートナーシップという組織を立ち上げております。この組織には今現在160社の日本の企業が加盟をしていただいています。ここでみんなでどんなもっと再生可能エネルギーを買いたい、そういう社会にしてほしいということを訴えています。2030年に化石燃料を40%以下に抑えなければ、 気温上昇を1.5度以内に抑えることはできないというふうに言われています。ヨーロッパの主要国では再エネの比率を50から65%に引き上げるという目標を立てています。こちらが今日本政府が掲げている2030年の目標です。本当にこれでいいのでしょうかもちろん課題はたくさんあります。電力系統の問題、大きな問題です。誰が投資するのか。 原発をエネルギーをどうするのか簡単な問題ではありません国家安全上の問題にもなりますでも一つ分かっているのは2030年にいわゆる再生可能エネルギー太陽光ソーラーソーラー水力地熱そういったもので日本の全需要の50%を賄うことは技術的に可能だというふうに言われていますあとは本気で行動を起こすかどうかだけです ぜひこの問題は国や政府それから電気を作る側の人だけではなくって使う側の人たち企業もそれから一般の消費者もみんなでこの問題をどうしたらいいのか考えていくべきだというふうに思います。